秋田ニコス株式会社は、かつて存在した、三菱 UFJ ニコスの系列のクレジットカード会社。秋田県を中心にニコスカードのカード発行、加盟店の獲得をしていた。2008年1月1日に、三菱 UFJ ニコスに吸収合併され、解散した。本社として使用されてきたビルは、かつての日産化最悪達者のビルであり、同社が損ポジャパンと合併した際、 拠点が旧安高最秋達社の入居する現在のユニバース、秋田ビルに集約されたため、その後、テナント入居形式から自社ビルとして買収した経緯があった。基本的には、プロパーのニコスカードの秋田県内在住者の会員を、管轄、発行会社となり、会員型地域に転居した場合は、発行会社が変更になっていた。また、他地域で発行したニコスカード保有者が、 秋田県内に転居した場合は、当社が発行、管轄会社となっていた。2008年1月以降は三菱 UFJ ニコス、森岡支店が秋田県内全域を管轄していたが、森岡支店も閉鎖。現在は北日本営業部が管轄する。独自のカードとしては、等があった。この場合は、県外に転居しても、発行会社は秋田ニコスのままであったが、 口座振り替えは一括して三菱 UFJ ニコスが行っていた。ありがとうございます。